やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。最近 DM に結構相談の DM とかが溜まってきたんで、いかがお過ごしでしょうか。すげえなお前ら DM の量が。真夜中にいきなり DM 失礼します。自分は今高校3年生の受験生です。最近大学受験に関する悩みが多くて心が病んでいたところ、スタさんの勉強に対する考えが、これはもうあれなんだ、ありがとうの DM だわ。顔ファンですけどいいですか。許可を取るもんじゃないんですね。いいですよ別に。顔ファンってなんだよ。それファンじゃねえの？なんか顔ファンって何？他はどうなんだよって話で。はじめまして、怠惰な生活をしている大学3年生です。僕にはやらなきゃいけないことが山ほどあります。就活、勉強、トイック、バイト。しかし、いつもベッドの上から動かずに興味のない動画を流し見して寝て気づけば過去が増えていく。堕落した生活から抜け出そうと気合を入れて、もう気づけばまたベッドの上。自分で何とかしようと、時計を測ってみたり、1日の計画を作ってみたり、日記をつけてみたり。何もうまくいきませんでした。それでスタミさんに監視役をしていただきたいのです。毎日あったことや反省を日記として つけていこうと思いますと。1日目、9月9日。今日から気合を入れようと7時に起きた。しかし二度寝をしてしまって気づけば昼の12時。気合入れるんちゃうんかよ、お前。昼には就活の面談があったので、なんとなくこなした。なんとなくこなすな、お前。ちょっと待って。お前なんか、言ってることが違うぞ。気合入れんじゃねえのかよ。人はね、怠惰な時間はある。誰でもある。俺もある。ね、怠惰な時間っていうのを、まあ、観測できてるのはいいことなんだよね。スマートフォンってさ、起きた後触るじゃん。だから、スマートフォンを取りに行くのがちょっとだるい位置に置いときな。例えば、タイマーが鳴るのがリビングの方で鳴るとかさ、お前の、その、ベッドの枕の横で鳴るから、その後にスマホを触るんだよ。気持ちいいベッドの上で。リビングにスマホを置いてねえんだよ。強制されっから。俺はそうしてるよ。私は現在高校3年生です。いや、やっぱり恋愛相談とかしてくる子って若い子多いな。サッカー部のマネージャーを3年の6月までしていました。こんばんは。高校2年生の10月頃に少し遠い高校と練習試合をすることになり、うわ、なんかキュンキュンすんね。なにこれ。マネージャーとしてボール拾いなどをしているとき、相手のチームの一つ上の先輩からインスタを交換してほしいと言われました。顔もかっこよかったですし、彼氏や好きな人がいたわけでもなかったので教えました。そこから毎日のように、連絡も取り、電話も頻繁にし、彼から会いたいや好きなどの、などのことを言われ、付き合うのではないかというところまで行きました。うわ、なんか、いいなぁ。まだ会ったのが1回だったということもあり、機会を作ろうとしたのですが、私の部活と彼の受験などで会える機会を作れませんでした。それが高校3年生の4月まで続いていました。なるほどね。4月下旬に突然インスタも LINE もブロックされてしまいました。当たり前だったルーティンに穴が開いてしまったことに喪失感のようなもので私は、1ヶ月ほど、落ち込んでしまいました。受験生として頑張ろうと夏休みに向かって1ヶ月を、彼から突然インスタのフォローが来ました。まだぶっちゃけ未練もあり、わざわざ私を探したのかなとか、もしかしたらなんてことを考えたりしまっています。都合のいい存在なのは重々承知しています。まだフォローを返していません。スタミさん、この夏の思い出をどうしたらいい方向に持っていけるでしょうか。というわけで、これはね、現実を追うか、夏のキラキラを追うかだね。はっきり言って、コミュニケーションを取らずに縁を切ってくるような男なんてマジでまともじゃない。ゴミ中のゴミっす。クズ中のクズ。最底辺。恋愛面において話し合いができないって本当につまんないから。改善もできないしさ。究極の他人同士じゃん。もう恋愛なんて。そこでなんかコミュニケーション取れないやつと付き合っちゃった。終わりじゃない？突然インスタも LINE もブロックしてきたでしょ。でも関係ないんだよ。なんでかって言え？高校3年生だから。君はマネージャーだから。その男に、話しかけられたのが、ボール拾い中で相手からアプローチされたから。顔がイケメンだから。キュンキュンするじゃない。で、お前は、ここで、その男に遊ばれて、傷ついて、本当になんかゴミみたいな恋愛するかもしんないよ。だからいいんだよ。高校3年生だから、気をつけよ。君の恋愛観は、なんて研ぎ澄まされて、大人になった時の恋愛がまともにできるわけから。マジでそういうもん。長々と送った、彼を今日やっと解決して
来てやりましたなんか来てるわ。なんでフォローしてきたと聞くと、彼女ちょっと別れたみたいで、フォローしてきたそうです。そういえばこいつこういうやつだったなと思ったら一気に冷めました。大学に進学して金持ち車持ち高収入の彼氏を作って見返してやりたいと思います。あ、そういうもんす。ガチでそういうもんす。みんな覚えておいたらいいよ。なんかすぐ拗ねる男と、なんかコミュニケーションを拒否してくる男って本当にしょうもないから、女の子。不幸になるだけだよ。いや、この前のなんかあれだったんだよね。レイジで、タヌカナさん来てて挨拶しようと思ったんだけど、会えなかったんだよな。タヌカナの弱者男性限定合コンして知ってるよ。ツイッター流れてたよね。いいよね、なんか。吹っ切れてるよね、彼女は。問題になった時にどっちに行くのかなって。吹っ切れた方が絶対面白い方向行くよねってお前ら話してたじゃん。俺たちが思ってた以上に吹っ切れたよね。正解の方に行ってる気がするわ。ポエ君ともこの前話したんだけど、なんかもうジャスパーにあのハニートラップしたかけて、普通にあの文春に売って、あの炎上させてうちに入れるわって言ってノイジーフォックスに。それが一番手っ取り早いからって言って。ハニートラップ仕掛けてジャスパー炎上させてうち入れるわって言った。なんか炎上しないとね。なんか炎上しないと入れないだろうな。でも、誰が入っても弱くなっちゃうけどね、ぶっちゃけ。だって役がいるんだぜ。何やらかしても弱えだろ。一番上だろ。あれが復帰できる最大限の連携。猫くんは復帰できてるの。あれは復帰はできてるの。活動してるんだ。YouTuber してんの。あ、普通に動画開けてるんだ。まあ、YouTuber だったら関係ねえからな。YouTuber とか、な、弱すぎるとあるのかな。なんかね、飲み会とか行って思うけど、配信者ってちゃんと俺たちいいんで、YouTuber ってすげえ弱だから。飲み会のなんか質とかも違うんだよね。飲み会のコールとかもバカ声でかいしね。あの、一回、オカマ界隈の方々と飲んだんだよね。YouTuber の。すごかった、マジで。いや、ちょっと、俺も、詳しくないんだけど。え、何の石じゃないか、なんだっけ。あ、この人だ。あ、女子の子かも。あれ？アイアディアンス？やばい、すごい失礼なこと言ったか？トーアさん。え、トーアさん男だよね。ビビったマジで危ねえ危なあっぶんな危ねえ大事件犯すかだっての人がいて、そのオカマの方々と一緒に飲んだんだけど、話面白かった。いや、俺ずっとそのオカマの人に口説かれてたから、飲み会の半分ぐらい。3時間ぐらいオカマの人に食い、なんかベロベロのまんま口説かれてて。で、俺も言われんのよ。すごい口説いてくんだけど、なんか私本当にできちゃうからみたいなこと言うから。ああ、でも、その男の人の方がうまいっていいよね。そういうのは興味あるわ、とか言う。ちょっとかわして、俺的にはかわしてたのよ。あんた優しすぎるって言われて。もうその気がないなら、その気がないって言ってって言われんの。言えねえ、と思いながら。断って、そう、こう、もういけないんだったら言ってほしいらしい。言わね、言えねえよ。はじめましてやし、飲みの場だからさ、雰囲気悪くしたくないじゃん。言ってねえよ。言ってない、言ってない。開拓しようともしてない。別に俺は女の子が好きでいいと思ってる。で、興味がないっていうのは嘘。その生物的になんかそこに興味があるっていうのを伝えたら、あなた優しすぎるって言われて。あなた優しすぎる。もう断るんだったら断って、みたいな。いや、俺、オカマの人がね、その、苦手っていう意識がちょっとあって、タイかどっかに旅行に行った時に、家族旅行で行ったんだけど、オカマカーニバルみたいなのがやってんの、毎日。ほぼ半裸の女性たちが、踊るわけよ。うわーっつって。もう見えてんのね。もう見えてるの。で、帰るルートが一本しかなくて、そのオカマの、その踊ったダンサーの人たちがサイドにブワーって並んでさ、そのチップを恵んでって、こうやってやってるわけよ。胸にちょうだいって言って言って。で、それを男がさ、メロメロになってさ、お札を胸の中にバン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 入れてくの。あ、ちょっときついなーと思って、もうお母さん、ちょっと帰ろうって、後ろ見たら親父が入れてた、ベって。あははははって言いながら、親父そっからちょっとオカマに苦手意識なんだね。そこからだね。そういう、ちゃんとした理由があるから。
しかもうち、お財布、うちの母さんが管理してるからさ、母さんからもらってた、お金。今、チップあげてくるから、お金ちょうだいっつって、ちょうだいしますはいドッパにポーって言って。バカだなと思いながら。それ見たのが俺、中学とかだったから、今見たらまあまあ、親父、本当思うな、親父、バカだなってこうやって話せるけど、中学とかに見るとだってちょっと違うじゃん、見え方が。でそこから初めてちゃんとそのオカマの方々と話した気がする。